人類史上最強の食欲を持つ男を諸君はご存知だろうか。遡ることおよそ200年前、フランスのある病院で事件が起きた。一人の赤ん坊が姿を消したんだ。赤ん坊が一人でどこかへ行くとは考えられない。これは誘拐事件だ。でも一体誰が？病院には患者と病院関係者しかいないはず。そこで容疑者とされたのはタッラールという大食い芸人。タッラールの大食いはそんじょそこらの大食いとはレベルが違う。日本のフードファイターなど子供に見えるほどの異常な食欲の持ち主だった。そこで医師たちはこう疑ったんだ。あの大食い芸人が赤ん坊を食べた。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、スケタラス今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ、言うの？闇人形の闇りですわ。さあ、今日も知識マウントおじさん剣のドヤ顔講釈が始まりますわよ。そんな風に思っていたの？楽しそうに聞いてくれていたのかと。どんまいですわ。さて、今宵話するのは、まさに世界最強の大食いタレント、タッラールについてだ。彼は現代の大食いとは次元が違うほどの爆食っぷりで世界を震え上がらせたんだぞ、言うの？史上最強の大食い。遡ること約200年前、フランスのパリ。そこに奇妙な芸を披露している男がいた。男の名はタッラール。彼はどれだけでも食べることができる驚異の食欲と何でも消化する強靭な胃袋が売りだった。舞台に登場したタッラールはまずバスケットいっぱいのリンゴを用意したかと思うと、それを次々と口の中に放り込んでいった。さらには子猫などの生きた動物、人を殺める毒蛇までをも飲み込んだんだ。息を飲む慣習にタッラールはとんでもない発言をする。次に食べるのはこれです。タッラールが机の上に用意したのはなんと無数の石。そして5分後、彼は言葉通りに全ての石を飲み込んでみせたんだ。石？それはもう大食いってレベルじゃないですわ。だから言っただろう、現代の大食いタレントとは次元が違うと。ではここからは彼の生まれた時代にまで遡って、その異常な人生を詳しく追っていくぞ。タッラールは1772年にフランスの田舎リヨンで生まれたとされている。タッラールは子供の頃から食欲が強く、10代の時点で自分の体重と同じ重さの肉を一食で食べたという。あまりの食欲のため両親は彼の食費を賄うことができず、ついにタッラールは家を追い出されてしまう。その後タッラールは窃盗や物乞いをして数年間を過ごすのだが、ある日ヨーロッパ各地を放浪する旅芸人の一座に雇われることに。そして前座芸人として大食いショーをするようになったんだ。大量のリンゴ、コルク、石、生きた動物、毒蛇。タッラールはどんなものでも次々と食べ、特に蛇の肉を好んだという。その驚異の食欲と強靭な胃袋を生かした芸は大好評を博し、1788年にはタッラールはフランスのパリを拠点に一人で活動する人気大道芸人となったんだ。ちなみにタッラールという名は本名ではなく、あだ名か芸名だと考えられている。フランス語には強力な爆発を表すのに使用されたボンボンタッラールという表現があり、タッラールが生きていた時代によく使われていたという。そのためタッラールのその驚異的な食欲がボンボンタッラールと表現され、そのような通り名がついたのではないかという説を唱えている学者がいるんだ。芸は身を助けるとよく言いますけど、コンプレックスを仕事に生かすことができてよかったですわね。確かにお金の問題はなくなったんだけど、これで問題がなくなったわけじゃなかったんだ。どれだけ食欲があり胃袋が強くても、食べてはいけないようなものばかり食べていたらどうなるのか。ミッドナイトの諸君ならある程度は予想がつくんじゃないかな。大道芸人として成功したように見えたタッラールだが、彼はある時芸の最中に倒れてしまう。観客が彼を病院に運び込んだ結果、タッラールは重度の腸閉塞を起こしていたことが発覚する。腸閉塞とは簡単に言えば何かしらで腸が詰まってしまうことだ。医者から強力な下剤を処方され、タッラールはなんとか事なきを得たのだが、当時の医師たちによって記録されたタッラールの体の情報が非常に衝撃的なものだったので、ここで紹介したい。異常な暴食っぷりにもかかわらず、タッラールの17歳の時の体重はわずか100ポンド45kg だったという。体重は痩せ方で身長も波だ。大食い芸人でも痩せてる人結構いますわよ。ちょっと痩せてるだけで異常っていうほどでもないんじゃ。だけどそれ以外はとにかく異常だったんだ。
歯はひどく汚れ、両眼と両頬は充血し、体からは目に見える蒸気が立ち上るほど常に体温が高かったという。そのためタッラールはいつも大汗をかいていたし、体臭もきつかった。ではそのタッラールの体臭はどれほどのものだったのだろうか。当時の記録によると、彼の半径15メートル以内にいるだけで耐えられないほどの悪臭を感じたとある。ちなみにこの匂いは食事後にはさらに強力になったという。また食欲と胃が人並み外れていても腸は一般的なものだったとか。タッラールはいつも下痢をしていて、これも考えられないほどの悪臭を放っていたと評されている。しかし最も衝撃的なのはその体型だ。とにかくお腹が膨らんでいて巨大な風船のようだったという。ちなみに空腹時にはお腹周りの皮膚はだらりと垂れ下がり、そのたるみを胴の周りに巻きつけることができたのだとか。そして口が異常に大きく、頬の膨らみで両唇がほとんど見えないほどだった。その口の中に入れておくことができたのはなんとリンゴ12個。お腹の大きさよりも口の大きさの方が衝撃ですわね。タッラールはその異常な体と凄まじい芸によってかなりの知名度を得ていた。そしてついには国や軍隊にまで注目されるようになったんだ。軍隊に？フランス軍はなんとタッラールの胃袋を軍事利用しようと考えたんだぞ。いうのタッラールの数奇なる人生。時は第一次大仏大同盟の時代、フランス革命によって成立した共和制国家を脅威と感じたヨーロッパの王政国家がフランスに対抗するために同盟を結成し、全面戦争の火蓋が切られようとしていたんだ。タッラールはフランス革命軍の兵士として軍医からいくつかの実験を受けた。タッラールはまず大きなミートパイを2つ、そして油で満たした皿と塩で満たした皿を複数皿、さらには18リットルのミルクを平らげた。別の日には生きた猫の腹部を歯で食い破り、その血液を飲み骨以外を全て食べた。毛と皮だけ後から吐き出したという。他にもヘビ、トカゲ、子犬などの動物などを食べ、ウナギに関しては頭だけを歯で砕き、残りは噛まずにそのまま飲み込んだほどだった。タッラールの能力に仰天した軍医や将軍は彼にある使命を与えた。それは人間伝書バトル。書類を木箱の中に入れ、それをタッラールに飲み込ませる。その後タッラールは便と共に木箱を排泄、敵軍の身体検査や拷問から書類を守りつつ、木箱を使うことで胃液からも文章をガードすることができる。まるで伝書鳩が敵軍のスパイに情報を送るように、フランス軍はタッラールを軍伝書士として使おうと考えたんだ。なるほど、確かにそんな方法で情報を渡そうとしているなんて敵国は思いもしないでしょうね。そして早速タッラールは実戦に投入されることになったんだが、いわゆる初陣でとんでもない事件が起こったんだぞ。木箱を用いた実験は成功し、タッラールは正式にライン川方面軍のスパイとして軍に雇われた。タッラールの最初の任務はドイツに投獄されているフランスの大佐にある伝言を運ぶことだった。タッラールは農民に変装しドイツに潜り込んだ。あとは大佐の元に行って排便をするだけかと思いきや、タッラールはすぐにドイツ軍に連行されることになる。ドイツ語を話せなかったから地元民から怪しまれたんだ。お前の目的は何だ？服を脱げ！ドイツ軍の激しい尋問に遭うタッラール。しかし裸にして調べても疑わしいものは何も出てこない。そしてついに鞭打ちの拷問が始まった。吐け！それでもタッラールは黙秘を貫いたんだ。だが監禁されてから24時間が経った頃、タッラールの心はついに折れ、計画をドイツ軍に漏らしてしまったんだ。もちろんドイツ軍も最初は彼の言ったことを疑った。しかし実際にタッラールの便から木箱が発見されたので、軍は大騒ぎに。激怒した将軍によってタッラールは直ちに首吊りで処刑されることになった。だが刑の直前に将軍は心の落ち着きを取り戻し、タッラールを公主台から降ろさせた。その後タッラールは激しく殴られたものの、殺されることはなく国境沿いで解放されたんだ。ちなみに当時のドイツ軍の記録によれば、監禁されていたタッラールの空腹は限界に達しており、自分の便をも食べたという。そんなあまりにも哀れな彼の姿にドイツの将軍も思わず彼を罰する気持ちをそがれ、死刑を取りやめてしまったのかもしれない。すごい食欲ですわね。確かに私もそんな姿を見たら思わず同情してしまうかもしれませんわ。まあこうしてタッラールは運よく九死に一生を得たわけだけど、本人はこんな恐ろしい目に遭うのはもう二度とごめんだと軍を抜け病院へ向かったんだ。病院に？ああ、ついに自身のその異常な食欲を治療する決心をしたんだぞ。医師はあらゆる薬や治療法を用いてタッラールの食欲を抑えようとした。しかしどんな方法も彼には効果がなかった。
それどころかタンラールは管理された病院食を我慢できず、悪い血を抜き取る瀉血中の患者の血液を奪って飲んでしまう。それでも満たされないタンラールが次に目をつけたのは死体。なんと彼は院内の死体置き場の死肉を食べようとして病院のスタッフに捕らえられてしまったんだ。そしてタンラールはいよいよ病院を脱走。肉屋が廃棄した生ゴミを食い漁り、時には野良犬と腐った肉を求めて争い合ったという。そんな風に医師たちもタンラールの治療にサジを投げかけていた時、ある事件が起きた。病院内で生後14ヶ月の赤ん坊が姿を消したんだ。一番に容疑者とされたのはタンラールだった。つまりタンラールが赤ん坊を食べたと疑われたんだ。タンラールは犯行を否定したものの、院内のスタッフは彼を信用せず、タンラールはついに病院を追い出されることになった。最初に聞いた時はそんなバカなと思いましたけど、死体や血まで食べようとしていたことを考えると、医者たちがそう考えたのも無理ないですわ。でも結局タンラールが犯人なのかは分かってないのですわよね。そうだね、真相は闇の中だ。もっとも病院内にはタンラールの追放を止めようとしていたペルシーという医師がいた。タンラールの体に興味を示してもっと調べたいと思っていたからだ。でも最終的にはタンラールは病院から追い払われましたのね。ああ、だけど病院追放から4年後、そのペルシーというタンラールの担当医は思わぬ形でタンラールと再会することになったんだぞ。いうの？タンラールの死。1798年、ペルシー医師はベルサイユ病院に招かれた。ある患者が彼に会いたがっていたからだ。その患者とはタンラールだった。タンラールは重度の結核にかかっており、寝たきりになるほどに衰弱しきっていた。ペルシーなら自分を治せるのではと彼を呼んだのだが、奮闘むなしくタンラールはその1ヶ月後にこの世を去った。医師たちはタンラールの遺体を解剖することにした。ようやく彼の食欲や胃袋の秘密に迫れると思ったからだ。しかしここでアクシデントが発生。タンラールの遺体の腐敗は通常の死体よりもはるかに早かったんだ。医師たちはすぐに解剖に取り掛かった。まずはタンラールの顎を開いてみることにした。するとなんと広い食道と胃を開いた顎からそのまま見下ろすことができたという。驚くべきことに彼の腹部の大部分は胃になっていたんだ。もっとも胃や食道は全体を海で覆われていて、それが凄まじい匂いを放っていた。肝臓と胆囊も常人よりはるかに大きかったらしいのだが、腹を切ってからの匂いは耐えられるものではなかったという。あまりの臭さに医師たちはそこで解剖を中断してしまったんだ。検視や解剖に慣れているお医者さんでも耐えられないほどって相当ですわね。体内に満ちていた海の匂いが彼のひどい体臭の正体だったんだろうね。タンラールの異常な食欲と強靭すぎる消化器官、これは何かの病だったのだろうか、それとも生まれ持った個性の一つに過ぎなかったのか。その原因は今もなおはっきりしていない。彼ほどの食欲を持った人物は現在に至るまでタンラール以外に見つかっていないからだ。ただいくつかの説は立てられている。一つが甲状腺機能亢進症、バセドウ病とも呼ばれる有名な病気だが、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで極度の食欲や多汗を誘発することがある。もう一つの説は脳の扁桃核という部位の障害だ。扁桃核を損傷することで多食症を誘発することがあると知られている。それでも真相は未だ闇の中。これから先タンラールを超えるさらなる爆食芸人が誕生することもあるのかもしれない。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。